恩田駅。神奈川県横浜市青葉区あかね台にある東急こどもの国線の駅です。乗降客数は934人。東急で最も少ない乗降客数の駅です。路線は東急の管轄ですが、駅は横浜高速鉄道が管理しています。普段は駅員は常駐しない無人駅ですが、自動改札機が設置されており、東急の QR チケットサービス Q スキップに対応した改札機もあります。駅構内にはトイレはなく、最寄りのトイレは駅から徒歩4分のあかね台鍛冶屋公園に設置しています。本数は日中で毎時3本、ラッシュ時には4から6本が運行しています。こどもの国線を走るのは1999年に登場した Y000系。 2両編成3本が在籍しており、車両は横浜高速鉄道が保有しています。ほぼ同時期に製造された東急3000系をベースに製造されており、顔の形、車体の長さも共通設計になっています。駅の近くには東急テクノシステム長津田工場と長津田車両工場があり、東急電鉄の車両の保守・改造を行っています。この日は東横線の5050系4000番台が検査に入っていたため、工場構内や工場近くの留置線に置かれていました。反対側を見てみると、かつて田園都市線で走っていた8500系 8506F が2両編成で置かれていました。2020年5月まで東急線全線の中で最後の幕式方向幕を搭載していた車両でした。現在は東急テクノシステムに譲渡され、社員の技術継承も兼ねて生体保存されています。東急こどもの国線の途中駅、恩田駅。周辺は閑静な住宅街で、乗降客数の少ない小さな駅ですが、東急の車両の安全で快適な運行を支える重要な拠点地となっています。最寄りの長津田車両工場では、毎年一般の方が入れる車両基地内の見学を行っているそうです。興味のある方は、インターネットで応募してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。